限りがあります。明文化されたルールや儀礼といったものであれば、私も知識として知っているのですが、海外の記念日から発展し、日本限定で慣習化した流行となると、さすがに把握できていませんでした。バレンタインデーというものをさっき知りました。サファイアから聞いたところによると、普段お世話になっている方にチョコを渡す日だとか。というわけですので、これをどうぞ。どうあがいてもギリのキャッチコピーで販売されていたチョコレートです。マスターにはいろいろとお世話になっていて、ギリがありますから、ぴったりかと。なぜそんなにがっかりしてるんでしょうか。待って、まだ渡すものがあります。これも受け取ってください。黒に聞いたところ、親愛の証として親しい方に渡す友チョコという形態もあるのだとか。だから私にもミウの友チョコちょうだいとかねだられたので用意した次第です。マスターには親愛も感じていますから、これも渡しておかなくちゃと。ルビアさん御用達のショコラ専門店のものですので、味は保証できますよ。それでですね、最後にもう一つあるのですが、はい、イリアから聞きました。好意を寄せる人、心から大切に思う人、特別な関係になりたいと、そんな風に思える人に渡すチョコを本命チョコというのだと。なので私は、とても気恥ずかしいのですけど、渡したんです、イリアに。イリアに渡しました。世界中から最高の材料をかき集め、私の知識と技術と情熱と、あとちょっとだけ神地獄の力的な何かを総動員して、究極にして至高のチョコレートケーキを作ったんです。ですが、それを見たイリアからはただ一言、重すぎる。確かに味と見た目の美しさを追求するあまり、カロリーの重さを忘れていました。とてもイリア一人で食べきれるものではなかったので、受け取り拒否も当然の結果と言えます。そういう経緯があったもので恐縮なんですが、よければこれもまとめて受け取ってください。させてよかったです。バレンタインデー、初めての経験でしたが楽しかったです。関係性によってチョコの呼び名が変わるわけですが、私にとってはどれも大差はありません。思いをチョコレートに変えて相手に伝える、それじなので、マスター、義理もあります、親愛もあります、特別な感情はまだよくわかりませんが、マスターとしての信頼なら確かにあります。私の思いは伝わったでしょうか。
よかった。そろそろ時間のようです。改めて作り直したイディア用チョコレートケーキカッコミニが固まる頃です。それでは私は本命チョコを渡してきますので、お付き合いいただきありがとうございました。待ってて、イディア。